にぎり喉に詰まらせて死んだ YouTuber について、一言。こういうのって人が死ぬとかわいそうっていう空気があるんだけど、バカだよ。かわいそうかもしれないけど、おにぎり喉に詰まらせて死ぬようなやつはバカだよ。高齢者の方とか赤ん坊とかで喉に詰まらせて亡くなってしまいました、かわいそうだよね、わかる。でもさ、 YouTuber としてさ、ウケるかなと思っておにぎり食って死にましたってバカだよ。死んだからかわいそうだからそういうの言うのよくないみたいな空気あるんだけど、バカにはバカって言わないとバカ増えるから。なので僕はお酒を飲んだ勢いで言いますけど、おにぎり一口で飲んで死ぬんだったらそいつはバカだ。そういう自分で自ら危険な行為を死んだやつはバカだよねっていうのはちゃんと空気として作った方がいいと思うんですよ。バカをね、褒めたりね、かわいそうだよねって同情するのってよくないと思うんですよね。バカが肯定されてしまうんですよ。